こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。ブレブレてしまいますね。ごめんなさい、曇っちゃいました。ちょっと拭きますね。サムネイルに使う目玉焼きですね。目玉焼き曇っちゃいましたね。目玉焼き熱々です。目玉焼きよいしょ。で、白菜タイスープに卵焼き、スクランブルエッグ、白ご飯、いつものように卵尽くしですね。 LL です。 LL、8個使ってます。もしかしたらさらに使うかもしれませんね。はい。で、肝心の体重です。体重が何キロかですね。はい、体重 57.3、 昨日より300g 減ってんのかな。体重 57.3、 体脂肪率 14.3、 体重 57.3、 体脂肪率 14.3、 基礎代謝 1325、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.5、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度です。体重 57.3、 体脂肪率 14.3。 はい、サムネイル用の目玉焼き LL2 個、卵焼き LL4 個、スクランブルエッグ LL2 個、白ご飯、白菜のタイスープに以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。